今あったかいね。あったかいですね。やっぱ冬はキャンプだよね。そうですね。最高だね。これ実は駐車場なんです。寒い中もいいんだけども、あったかかったりするとよりやりやすかったりするよね。そうですね、室内の方がいい。ティーベースさんといって室内でテントが張ってあってお酒飲んだりご飯食べたりできるっていうお店が新しくオープンしたんですよ。いや最高、最高だよ。あったかいところで楽しめる。そうそう。でここ駐車場なんですけど、薪ストーブが置いてあってテントが張ってあるんですけど、今日はそんなお店を紹介したいと思いますので、早速中に行ってみましょう。やった。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。でございます。 TBS、 ご紹介させていただきます。 TBS の与田さん、よろしくお願いします。今年の6月にオープン。そうです、6月に、はい、結構ありそうでなかったんですよ。そうですね、意外に入り口の初心者がやるさらに手前みたいな形で経験できるってすごいありがたいんで、ものすごい喜んでました。ありがとうございます。寒いだっけだよ。僕はあの片付けをするのが嫌いなんで。あ、そうなんですか。はい、雰囲気だけはやっぱりいいじゃないですか。すごいおしゃれです。おしゃれ、ありがとうございます。なんでこの辺作ろうと思ったんですか。メインは建築の会社を自分でやっていて、これ見せながらこんなん作れちゃうんですよ。そうです、そうです。いやらしいですね。うまく持ってけたらいいやろ。じゃあ今日はちょっといろいろ中のお店を見させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すげえな、本当に室内キャンプ場だな。これとあれだよね、クライミングだよね。いや、もう一回言ってみて。それだったら悪いな。食べた分消費して飲んでたら釣れちゃうよ、これ。意外に酔っ払った人たちがムキになってやる。なんでお前登れて俺登れねえんだよ。こういう遊び心がね。これうんちかな。そうですね、ファミリーキャンプ居酒屋、子供も遊べて大人も飲めて楽しい。じゃあこちらの黄色いテント。でこのね、テントも結構いいやつ、これ。室内インテント。いや、もうガチキャンプです。いい気候。そう、何の文句もない。幸せ。宇宙ビール自体が本当に買えないビールで、俺たち宇宙戦争って言ってるぐらいね。はい、ビール買うのに宇宙戦争って言ってる。幻のビールで、本当にわざわざこれがあるがために県外から飲みに来てくれる。トータルで20種類ぐらいあるんですけど、多分日本でそんな飲めるとかないんじゃないですか。あ、そうなんですか。いただきます。お味の方もね、感想か。すごい、すごい贅沢飲み。おお、だから一気に飲むなって。味わって飲めよ。いや、めちゃめちゃ香りすごいですね、これ。すごいです、本当に。なんか今まで飲んだ中で一番香りがすごかったです。あ、すごい。みかんみたいな半熟系の匂いがこの周りにプワーッとなって、すっげー美味しそう。酒飲みが集まる居酒屋はいい居酒屋なの。本当に。夏みかんのテイストはあるんだけども、夏みかんでこう苦い部分があるじゃない、オレンジとかそうだけど、あの苦味をうまくアルコールに変換していて、後味が爽やかな苦味。まあ苦味の苦手な人は、濃い飲みの人とかはそれが分かんないかもしれないけど、お酒飲む人は苦味が好きな人多いから、夏らしさを感じる。これ 8.5 つだっけ。 9.5 感じない、全然感じない。色濃いですもんね、すごい濃いから、スモークチーズとかそういうのあるかもしれない、ベーコンとか。キャンプのビールだと思う、これは。美味しい。多いんですよ。こんな感じです。あ、すごい。ちゃんと酔えちゃうんですよね。危険なビールですね。きっと。そうですね。飲み口軽くって。すっげえいい匂いする。ここまでしますね。ジュースみたいな。すごいですね、これ。なんか本当にスムージーなんですけど、新感覚なアルコールです。めちゃめちゃ美味しいです、これ。生フルーツジュースみたいな。そうですね、本当にそうです。いるだけで面白い。ワクワク感、ワクワク感がある。外にいるみたい、本当に。
テンション上がります。ありがとうございます。そこまでやってるところでございます。失礼します。どうしてこのレベルなの？見てこれ。ミッキーウキウキだね。もう超楽しい。雰囲気がもう楽しい。本当に外にいる錯覚になる。だけどあったかい。あったかい。いやでもサラダの量多いっすよねこれ。普通のお通しでこの量のサラダはないっす。サラダめっちゃ甘いですよ。レタスとか。山梨県産って言ってた。トマトめっちゃ甘い。中央市民がトマト売るコメントなかなかじゃないですか。でかいね。いきますよ。豪快。ほんといい音。キャンプだ。キャンプだね、入れ物が。うわ。豪快に。すごいいい匂い。もう口でみんないけるように。でかいね。具の味を。すすぎます。いただきます。うん。うん。うん。柔らかい。肉汁がすごいです。甘い。柔らかい。違うんですね。通じ合ってますね。これ食べないとわからないですよ。キャンプでこんにゃく焼けたらヒーローになれるレベルうまさ。下もそうしてんのかな。柔らかい。こんなに柔らかくないの。うまい。めちゃくちゃ本当に。いきますよ。パッカ。あ。え、美味しそう。え、すごい柔らかい。でかっ。一口で行くんだね。基本的に食い物すべて。美味しい。美味しい。シューマイって結構乾いてるじゃないですか、出てくる時。でもすごいもう潤ってる状態なんで柔らかい。薄いし皮も。なのにお肉がいっぱい入ってるから歯ごたえすごいあります。シューマイすっごい美味しいですね。美味しいです。ありがとうございます。お店で仕込んでるシューマイ。このキャンプしちゃったら外のキャンプできないよ。ずっとここ。まあせっかくお金を払って中でやるから。はい。バングレード。バングレードも。かけのぼり。本当にちょっとキャンプしたいなった時にこの店来たらその欲が解消されます。いっぱい遊んでってください。ありがとうございます。ラムチョップが来ました。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。北海道出身のバビです。一番好きなお肉はラムなんでめちゃめちゃ楽しみです。これうん、めちゃめちゃうまいです。どうしても本州で食べるとラムの香りがちょっと抑えめな、誰も食べやすいやつが多いんですけど、いい意味ですごいラムの獣臭さが出てめちゃめちゃ美味しいです。もうビールが今すぐ欲しい感じですね。おうわとろっとろチーズがちゃんとフーフーすれば、はい、その掴み方は人を殺すときの掴み方。この掴み方は私はこいつを捕食する。チーズ、伸び伸びいただきます。めっちゃついてもよ。うんうん、一口でいくじゃん。めっちゃ美味しい。チーズとろっとろな上に卵も半熟、なんか固まってないからすごい全てが。このお店ほんと最高です。テンション上がっちゃいますね。これこのままですか。このままですか。うお、鍋ごとだよ。鍋ごと。うお、いやテンション上がります。なんか野外感ありますね急に。うん、飲んだ後はもう間違いないです。いい締めです。自家製トロトロプリン。あばー、かわいいよねこれね。はい、かわいい。バケツみたい。スコップ。すごいおしゃれ。量めっちゃ多いんだけど。
フレンチトーストのアイスのせオリーブオイルはオレンジオリーブオイルって使ってて、オレンジオリーブオイル。では、はい、購入します。購入入刀じゃないんですか。何を投げ入れるんですか、こんな感じ。やばい、またバカだってバレちゃう。バレてるからもう大丈夫。いただきます。うん、うまっ。オレンジオリーブを感じた。オレンジオリーブ。嘘でも感じろ。そう、嘘でも感じとけよ、お前そこは。オレンジ、オレンジ感じないですか。もうすごい勢いで出るんで、すごい染み込み、もうこの染み込みがすごい美味しいです。この外はカリカリで中がすごいふわふわのトロトロなんで、めちゃくちゃ美味しい。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。こちらこそありがとうございます。お疲れ様でした。あのめちゃくちゃ美味しかったし最高でした。ありがとうございます。現場で食べてみたいです。ありがとうございます。のあったかいバージョン、はい、大夜の器とかも全部皿とかもキャンプ用品なんで、うん、そうなんです、うん、あ、キャンプだ。やりすぎるとここから抜けなくなっちゃう。もう住みたくなっちゃう。これね、まだまだ知られてないだけの話であって、これ一回来ちゃったら結構まあそうですね、繁盛しちゃうと僕思ってるんで、いい時に来れたなと思いました。とんでもないです。ありがとうございます。年末ということなんでね、あの忘年会とかでぜひ来ていただけたらと思います。お願いし、願いですね。そうですね、お願いします。今からイベントとかもエルカさんとタイアップしてやろうかな。エルカさんといえばもうゆるキャンとかね、はい、すごいよくやっている。で、営業時間定休日とかありますか。定休日月曜日の火曜日から金曜日が6時から12時まで、日曜日が11時半から夜の9時まで通して、日曜日は昼飲み、はい、それは何故なんですか。まあ日曜日が、まあ、雨とかで子供で出かけるのが潰れちゃったら、親父もワンちゃん飲めて子供も遊ぶ。先ほどもね、子連れのお客様を作ったので、はい、ファミリーキャンプ居酒屋、子供がわーって遊びに来ても大丈夫なんで、走っちゃっても誰も怒りません。はい、ありがとうございます。他のお客さんが怒ったら、お前も酒飲んで楽しんでるだろ。みんな楽しみたいんだよ。はい、そうですよね。ありがとうございます。はい、とんでもないです。ありがとうございます。というわけで、今回は TBS の居酒屋さんにやってまいりました。次回の山梨県でまたお会いしましょう。皆さん、今日はありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。